ジョン・メイジャー、サー・ジョン・メイジャー、1943年3月29日帯は、イギリスの政治家。保守党に所属し、マーガレット・サッチャー内閣で、財務大臣や外務、英連邦大臣を務めた後、1990年のサッチャーの辞任で代わって、首相、在職1990年11月28日から1997年5月2日に就任した。 1992年の総選挙に新勝して、長期政権の基盤を築き、6年半にわたって首相を務めた。アメリカとの協調を維持しつつ、ヨーロッパとの関係改善に努め、マーストリヒト条約の締結と欧州連合 EU 足に大きな功績を果たした。しかし中間色の政策が多かったため、理念なき政治家との批判が高まり、また相次ぐ、 政治家のスキャンダルなどで徐々に人気が下降し、1997年の総選挙で、トニー・ブレア率いる労働党に大敗を喫して、退陣に追い込まれた。1943年3月29日、イングランド・サリー州で生まれた。父は、俳優、庭園装植物職人、母はその妻グウェンドリン・ミニー、急コ交通。ランベス・ロンドン特別クブリクストンで育つ。 グラマースクールに入学したが、16歳で学校を退学し、大学には進学していない。電力会社、保険会社での勤務を経て、1965年にスタンダードチャータード銀行に入ると、外国為替部門で頭角を表し、営業部長や会長秘書などに昇進した。彼は若い頃から保守党青年活動に参加しており、21歳の 時には選挙で当選を果たした。同地方議会において彼は住宅供給委員会の議長を務めた。二度の落選を経て、1979年にから保守党候補として立候補し、庶民院議員に初当選した。1983年に同選挙が廃止されると新設されたから選出されるようになった。 1985年のマーガレット・サッチャー内閣の内閣改造の際に保険社会保障省関連の役職に就いた。ついで1987年にとして初入閣。閣内では予算削減継続の管理能力を高く評価された。1989年7月、サッチャーと対立したジェフリー・ハウ外相の辞職に伴い、代わって外務英連邦大臣に就任した。 ところが、外省就任から3ヶ月後の同年10月に、ナイジェルローソン財省が、サッチャーの経済問題アドバイザーアラン・ウォルターズと対立して辞職したため、代わって財務大臣に転任することになった。サッチャーはメイジャーを財務大臣に任じるにあたって、ナイジェルほど経済に精通していないが、少なくとも過去の政策の失敗にとらわれて身動きでなくなるようなことはない。 彼は、心理的には、政策の失敗から引き起こされた結果にははるかに、容易に対応できたはずだからと、彼のことを論評している。メイジャーが、財務大臣になった頃の景気は悪く、経常収支が大幅赤字で、インフレが急速に進行し、金利が上昇していた。メイジャーはサッチャーに欧州為わせ相場メカニズム、ERM 加盟を進言。 消極的だった彼女を説得して実現にこぎつけた。1990年秋に行われた保守党所属庶民院議員による保守党党首選挙においてサッチャーは多数を得たが当選票には足りず第2回党首選挙が行われることになった。党内の支持を広げられそうにないと判断したサッチャーは第2回党首選挙への立候補を断念した。第二回党首選挙には メージャー、マイケル・ヘーゼル・タイン元国防省、ダグラス・ハード外相らが出馬したが、それぞれ185票、131票、56票という結果になった。メージャーも当選票には達していなかったが、ヘーゼル・タインとハードが辞退したため、メージャーが保守党党首、首相に就任することになった。当時メージャーは十七歳であり、短期間で首相に上り詰めたことから、 シンデレラボーイと呼ばれた。1992年4月の庶民院選挙に事前の予想を覆す形で新勝したことで長期政権の基盤を築き、1997年5月の総選挙で労働党に敗れるまで政権を担当することになった。イギリスの外交官は新米か親王かという二つの路線があるが、サッチャー前首相は前者であり、アメリカ大統領、 ドナルド・レーガンと親密な関係を築きつつ、欧州共同体 EC に対しては強硬姿勢で臨んだ。それに対してメイジャーは首相就任直後の演説で欧州共同体の中のイギリスについての私の目的は簡単に述べることができる。私は我が国が本来の位置につくことを望んでいる。それはヨーロッパの中心部である。 そこでパートナーたちと共に未来を築き上げていくのだと述べたため親を路線に転換するのかと注目された。他方メージャーはアメリカとの関係を外交上の最優先事項とするイギリス外交の基本方針は維持すべきと考えておりアメリカかヨーロッパかなぜ選ぶ必要があるのか。我が国の国益はアメリカヨーロッパという二つの大きなブロックにほぼ均等に分かたれている中で なぜこうした選択をわざわざしなければならないのか。私に言わせればそれは狂気の沙汰であると論じて極端な二者択一を迫るものを批判した。メジザーはサッチャーよりはヨーロッパ寄りだが、それでもイギリスがヨーロッパに吸収されて消滅する恐れがある動きには抵抗した。1991年12月、オランダのマーストリヒトで EC 理事会が開かれ。 マーストリヒト条約が締結された。メージャーも基本的にその内容に賛成したものの、通貨条項、通貨の統一と社会条項、社会政策の共通化について、イギリスを対象外、オプトアウトとすることを明記するよう要求し、外交交渉の末に、それを条文に盛り込むことに成功した。また EC の連邦化につながる表現を入れないことも要求し、 それについても成功した。マーストリヒト条約批准をめぐっては国内でも意見が分かれていたが特に与党保守党内1992年5月の庶民院第2読会は労働党危険自由党賛成で可決された。ところがこの直後にデンマーク議会においてマーストリヒト条約批准が否決されまた1992年9月に ブラックウェンズで事件があったことで、条約反対派が勢いを増し、その結果、デンマークでの国民投票の結果が出るまで、イギリスも条約批准を延期することを余儀なくされた。しかし最終的には1993年5月18日のデンマーク国民投票で、デンマークのマーストリヒト条約批准が決まったので、メージャーにとってもそれが追い風となり、 同年5月30日に46人の保守党議員の造反にあいながらも何とかマーストリヒト条約の庶民議員第3度会通過を達成することができた。マーストリヒト条約は1993年11月に発行され、これに基づいて e c は欧州連合 EU に改組された。しかしこの後も保守党内では欧州統合派と反対派の争いがくすぶり続けた。 メイジャーは通貨統合に参加しないことを求める、党内反対派の動きを牽制しながらも、1995年のマドリードでの EU 首脳会議では、通貨統合を急ぐべきではないとの見解を示した。アメリカとの関係では、サッチャー政権から引き続いて湾岸戦争に協力した。湾岸戦争の戦友である、共和党ジョージ・ HW ブッシュ大統領とは、 親密な関係を保ったが、1992年11月のアメリカ大統領選挙の際に、メイジャーが公然と物資を応援したことがきっかけとなり、1993年1月に民主党ビルクリントンが大統領に就任すると、英米の祖母が増えた。ボスニア紛争をめぐってはクリントンが明確なハンセルビアの立場を取ったのに対してメイジャーは、 対米協力を基本としながらもハンセルビアの立場を明確にしようとしなかった。また、キューバに投資している会社に法的措置を求めるクリントンに対してメージャーは協力しようとしなかった。北アイルランド問題をめぐっては、アイルランド人移民が多いアメリカは親、アイルンド的態度をとってイギリスを苛立たせた。このような小さな対立を内在しつつも、 アメリカとの関係が最重要事項であるというイギリス外交の基本方針は維持した。1993年6月と1996年にクリントン政権が行ったイラク空爆についても他の国が批判的に見ることが多かった中、メイジャーは明確にアメリカ支持を表明した。サッチャーの構造改革を引き継ぎ公共施設の建設や運営を民間に委ねる。 政策を打ち出した。この政策に基づき1992年にプライベートファイナンスイニシアティブ、PFI と呼ばれる政策手を実施した。現在ではこの政策方法は英国のみにはとどまらず、米国や日本といった世界の国々で構造改革の手法として実施されている。多方サッチャー政権期に制定されたが、人道税との批判が高まっていたは就任早々に、 廃止した。メージャーは内政においても外交においても右翼路線か左翼路線かサッチャー政権の方針を継承するのかしないのか明確でない政治家であり、そのため両陣営から理念なき政治家とみなしれて人気を落としていった。また1993年から1994年に相次いだ政治家の金銭、セックススキャンダルで政権への信頼が失墜した。 さらに1996年に一時、停戦状態だったアイルランド共和軍、IRA が反映テロを再開したこと、同年に、狂牛病問題が発生したことも、政権支持率を一層低迷させた。一方、労働党は1994年7月に41歳のトニー・ブレアを党首に立てた。ブレアは、党の労働組合優位体質を改革してち、 党員一票制度を確立し、党規約も改正して国有化方針を破棄した。こうした、労働党に新風を吹き込む改革で人気を高めていった。その結果、1997年5月の総選挙で、労働党が254議席の大差をつけて、保守党に圧勝した。保守党は165議席しか取れず、この数字は保守党の長い歴史の中でも、 アーサー・バルフォア党首時代の1906以来の惨敗であった。これを受けてメージャー内閣は直ちに総辞職した。サッチャー首相以来18年に及んだ保守党長期政権は終わりを告げ、代わってブレアロード党政権が発足することとなった。メージャー自身は1997年に保守党党首をウィリアム・ヘーグに譲ったが、 2001年の総選挙で引退するまで庶民議員に留まった。2002年には首相時代に女性議員と4年間にわたって不倫関係にあったことが判明。実直なイメージがあっただけに、このような話が退陣後に暴露されたことは英国民やメディアを騒がせた。2005年4月23日に女王エリザベス2世よりガーター騎士団、ナイト、KG に寄せられ、 サーの称号を得た。これは、閣僚からの助言によるものではなく、女王の行為により、メイジャーに送られたものであった。これについてメイジャーは、私はとても興奮し、嬉しく、光栄に思いましたと述べている。一方、一大貴族については、受けるつもりがないことを明言している。EU 離脱をめぐる議論においては、EU 残留派であり、EU 離脱の是非を問う。 国民投票の再実施を主張している。2018年12月11日には EU 離脱の手続きは当面停止する必要があると主張するとともに EU 離脱は英国の国際的な影響力の低下につながると警告した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。